池田ですえ今回はえ池田が考えるアートとはこのちょっともう解説できる喋れるかどうかわからないですけどこのテーマについて語ってみたいと思いますで僕は普段アートを制作したり発表したりしているんですけどそのは制作したりする立場の人間がその アートをどう捉えているのかアートをどういうふうに考えているのかどこまではアートとして範囲を考えているのかっていうのをまあ喋ったり表明したりしておくことっていうのはまあ意味があるのではないかなということで この動画を撮っています、はい、で僕がそのアートをどう捉えているのかアートとは、まあ、僕が考えるアートっていうのはやっぱり新しいことっていうのが一番大きなポイントとしてあります。まあ、前回の動画とかでもその美術史において 決定的に新しいいことっていうのがアートにおける、まあ、市場の価値みたいなその話をちょっとしたとは思うんですけど美術史においてっていうのは美術の歴史っていうことになるんでまあこの現在の今日までの美術として発表されてきた中で最も新しい斬新というか見たことがない って言うとじゃあ君はその美術の歴史のを全部知っているのかって言われたら、まあ、ほとんど知らないですねでいいいと思っていま,すでまあなぜいいのかって言ったらまあ単純に見れないからですねその全部を。 でそ,そこはあまり重視していなくてもう僕が感覚的に僕の範囲の中であこれ新しいかなって思うようなことをもう作品として制作していますで発表もしていますなので発表した後であれ これも同じことやってる人おったなっていうのとかがあったりしますで。ですが僕はそれはもう気にしないようにしています。っていう点まず新しいこと新しいもの新しい概念ということはその作品を作る上で。 意識していますでもう一つの意識していることっていうのは現代的に作品が現代的に見えるというかあこれ現代っぽいなっていうふうに見えるってまあこれ僕の主観的な感覚なんであれなんですけど現代っぽいっていうこういうものも意識しています。まあ、アート アートだなって思,い思うみたいながあります。でそれとは別に僕が思う,思うアートの制作するっていうことにおいてはそこまで重視していない基準みたいなのもあるんですけどそれはもうあのまあ単純に。 ものによっては意識しているんですけどまあ単純にいいものこれはい、いいなってこうあいいものだなっていうのを自分でこう思えるあこれは美しい美的要素がふんだんに詰まっているみたいなそういうようなものも,もうアートとして考えているのでそれも まあ基準にしてて入っていますでさらにもっと、まあ、わずかながら意識しているポイントもあってそれは前,前回の動画とかでちょっと喋ったことがあると思うんですけど、まあ、社会学者の宮台真司さんっていう人があのアート宮台,宮台真司が解説するアートとは何かっていう中で おっっしゃってたことがあってまあ僕が勝手に「宮台基準」ってしている基準があるんですけどまあそ,それに触れた時にもう価値観が変わってしまって世界観が一変してしまうようなものそういうようなものもまあアートとしてあそういう考え方というか確かに僕,僕もそういう え映画を見たり何かを見たりしたときにそう感じたものっていうのはすごい好きなものなのでまあ美術史の見照らし合わせて美術史上新しくなかったとしても,もう価値観がかえ変,わ変えられてしまうようなことっていうのはまあアートとしていい。 まあこの宮台基準っていうのはものすごい厳しい基準なので <laughs> なかなか僕もその毎月アートを発表していくっていう中でそのようなものっていうのはまあなかなかつ作り出せてるかどうかは自信がないんですがここ,この今言ってきた新しいもの新しい概念とか。 で見たときにあの現代的に見えるようなものこの,この現代的に見えるっていうのはもう僕が見えてればいいと思ってます。であとその純粋に素晴らしいものというか美しいもの美しい造形っていう3つプラス、まあ、宮台基準。 この4つぐらいを僕はアートとして認識というか4つの観点というかからアートを考えていてこの4つのどれかかすってたらまあ僕はアートとしてしまおうと思っていますでまあ今月の池田でまあ11月号 で発表したまあ観葉植物を彫刻と言ってし言い張るみたいな作品もにおいてはそうそれはちょっと今説明するのはあれなんでその動画を <laughs> 見たら分かると思うんですけどそのその基準は新品としての新しさっていうこれさ なんか最近最近じゃないですけどまあここ最近知った基準というかあそれもアートとして含まれる含まれたことがしかももうそれが1980年代ぐらいに発表されてるまあこの掃除機の作品ですねジェフ・クーンズっていう作家の掃除機これ新品新品っていうことが新しいでしょっていうで ならば新品の新しさより現に今現在生きているものの方がもっと新しいんじゃないかっていうのが、まあ、今月の池田であの池田でアートとしたロ,ロジックというか言い訳みたいなへりくつみたいなことがあるんですけどまあそんなんもそういう基準も、まあ、新たに含められるのかなと。 今思い出したあのもう一つ基準があってそ,それは小,小さい基準なんですが「えこれってアートなの?」みたいなもっと言えば「これはアートじゃない絶対これはアートとは認めん」みたいなそういうようなものこそアートなのでは っってていいう考え方も持っていま,すまあ具体例としては何回も見せてますけどこのマルセル・デュシャンっていう人が発表したこの便器なんですけどこれ発表した当時は絶対にそれアートちゃうしって思われてたんですよ。実際にこれをそののアートの現場で あの展示しようとししたら拒否されれれてててそれはアートじゃないって言われてしかしこの現代においてこれはアートとして多くの人がまあ現代においてもそれはアートじゃないって思う人もいるとは思いますけどこれはアートとして認識されているんですよ。当時これ,これが発表されたその瞬間は瞬間というか 発表された前後はそれアートちゃうしってそんなアートちゃうわみたいなっていう状況だったんですが今になるとこれアートになっているんですよ。っていうことはこの僕が考えるアートそれアートちゃうやんっていう基準もあると思うんですよ。これアートちゃいますせみたいなぐらいアートから 遠く離れているようなこともう実はアートと言ってしまってもいいんじゃないかそういう基準でにおいてその発表したのが前回の動画で解説した「N 国」っていう作品なんですけど <laughs> まあこれまさに「それアートそんなアートちゃうわ」っていうそんなアートちゃうわって 言わ,れ言われれば言われるほどそ,れそ,そういう基準がアートになるっていう歴史がもうあるんですよっていうのを説明できてしまうのかなっていうのがあります。まあこんな感じですかねまあ一つは新しいもの見新しいというか斬新というか見たことないもの。 この見たことないものっていうのも,もう僕が見たことないものだけでいいっていう判定基準です。なぜなら全てを知ることはだだできないので。で、まあ、その次に現代的に見える。現代的に見え,る見え,て,る見えているようなもの見えるかどうか。まあ、これも自分の判断ですね。他の人が いや私それ現代風に見えへんわって <laughs> 言われたとしてもいいんですなぜならいろんな人がいるからっていうことですねでまあ素晴らしい単純に素晴らしいもの美しいものきれいき,きれいなものというかまあどう超えている美しさというか もう美しすぎる「市議会」みたいなんじゃないですけどそのある一定のラインをもう超えて大げさに美しいとか大げさにすごいみたいなこうようなもうこれも感覚的なものなのでそういうものもアートとして感じることが多いです。であと「宮台基準」ってさっき説明した。 この厳しい基準価値観を変えてしまうようなもので最後に「そんなもんアートちゃうやん」っていうようなものこの5つぐらいの観点を持ってそのアートとはというかこれアートとはになってないかまあアートっていうものはを僕はその 考えています。まあ以上。これまた長くなりましたね。以上です。まあこのまあ僕の制作しているテーマというてテ,テーマというか僕まあテーマ的なものがあるんですけど、まあ人っていうかまあ世界もすべて 変わっていくっていうことがテーマみたいなのもある持っているのでまあこのアートの基準もまあしばらくしたら変わっていくかもしれないですけどまあ今の段階でこの5つぐらいの基準新しいもの現代的なものまあ素晴らしいどう超えて素晴らしいものでまあ宮台基準そしてあのそんなアートちゃうし それはアートと認めませんだがしかしそれがアートですっていうそのぐらいの基準のものをまあアートとして捉えてます。ということでまあ池田が考えるアートとはのまあちゃんと解説表明で 表面、語れたかどうかわからないですが、以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。はい。